はい。おこんにちは。え、ルーカス、準備はいいはい、今ちょうどパッキンしてるところ、ちょっと散らばってるけど、気をつけてですね。どうぞどうぞ。お邪魔します。中に入ってどうぞ。パッキングって今からどっか行くのこれから TTT。TTT って何 ?TTT は僕らが新しいトレイルを作った、t o k y o t r e e t r k という60キロで東京の中スパイロルをして、古いの京北を結ぶトレイルですね。そうなんだ。あれは何 あれは、ヨシコ・セイノさんという写真家が撮ったペッパー・スカイの相関号相関号か、いい写真だねあ、コーヒー飲みますかいただいていいかな、はあ、行きましょう、キッチンにどうぞ、キッチンに今までで一番心に残った旅ははぁ、あ、芋地蔵かなそれはどんな旅芋地蔵はね、300キロであの。 尾身島という瀬戸内海にある島から鹿児島までに歩いて芋を持ちながら日本のもっとロビン・フッドと僕が思っている人があの鹿児島の住んだ芋を返しに行きました300キロ信じらんないあそうこの焼酎はその時持った芋を友達が焼酎を作ってくれてそれであの年末にまた600キロの旅をあの鹿児島からお三島を取って尾道まで行ってその時は あのお友達に何人で会いながらこの芋焼酎を飲みながら芋地蔵の話を語ったですね楽しそうだねそれはどこのコーヒーこれは今日はブラジルあの前ペッパースカイアのリオディジャネロでボサノーバ特集をやって僕にとってボサノーバがもう素晴らしいの綺麗な美しい音楽ととても気分がハッピーになる音楽ですねルーカスの好きな食べ物は 好きな食べ物いいっぱいあるるるけど季節による変わるですね夏はやっぱメキシコンが食べたいでなんか春なるとあの中華ですねで秋は日本料理それでは冬はやっぱフィッカーですねスウェーデンの文化的なあのお茶とおやつですねじゃあ嫌いなのは嫌いはチーズですねチーズ大嫌いだけどスイスという国大好きですね <laughs> 意外だね、はい、あやばい何でした いけなきゃ。ありがとう。どうぞコーヒー。えこれ？ありがとう。はい。<laughs> ルーカス、忘れっぽいんだね。そんなルーカスが旅に絶対に忘れずに持っていくものは何？絶対持っていくものはこの今かぶってるあのジェットキャップですね。これがすごい便利であのちっちゃくになるます、あ。ポケットとか入れられる。あと日本の最高の旅道具の手ぬぐい2つ必ず持っていくと。あとまあ大事なものに濡れたくないので防水のバグで持っていきます。 それとペッパースカイのオリジナルの,あのポップペンで毎回も持っていくポップいい音ギターも弾くんだギターは弾くとは言えないけどあのとても下手だけどまあ旅人だから少し練習してますですねいやー旅と音楽はやっぱりセットだよね じゃあ一番おいしかった旅は？一番おいしかったは台湾にあの京都のシェフマセオフノコシさんと一緒に旅に旅に行きましたですね。<laughs> じゃあアーティスティックだったのは？アーティスティックはあの奈良義友さんという日本の画家と2500キロに北海道に一緒に回ってあの奈良さんのなんか面白い BGM を聞きながらあの北海道の美しい景色を見たの。 北海道でドライブか。楽しいだろうね。あ時間があの今から TTT 友達と待ち合わせで約束した TTT 案内することになって。はい、あ,あ、<さ>そうなんだ。じゃあ最後に一つメッセージは最後は Paths are made by walking. ありがとう、ルーカス。それじゃあまた気をつけて。いってらっしゃい。